ケプラー二百九十六 f とは、地球から見てことざの方向に約七百四十光年、離れた位置にある赤色矮星同士の連星系ケプラー二百九十六の主星、ケプラー二百九十六 a を公転している五つの太陽系外惑星うちの一つである。ケプラー二百九十六 f は二千十四年に NASA のケプラー宇宙望遠鏡によって発見され、同時に公表された七百十五個の 太陽系外惑星と共に公表された。ケプラー 296F は、ケプラー 296A のみ公転しているため、ケプラー 296AF とも呼ばれる。存在確認前に付けられる恋カタログでの名称は、四 -1422F、または百 -1422.04 となる。 さらに前に付けられるキックカタログでの名称は、キック 1149,758F となる。他にニマス J19069,60 プラス 492,6143F、ワイズ J1906.59 プラス 492,614.2F という名称も持つ。ケプラー 296F は、地球の約1.8倍の半径を持つため、 岩石惑星と考えられる。ケプラー 296A から 0.255AU の距離を63.3日で降転している。この距離はケプラー 296A のハビタブルゾーン内にあたる。そのためケプラー 296F は表面温度は 274K と生命が存在できる可能性がある温度に維持されている。 このことからケプラー 296F は生命が存在する可能性がある。ちなみにより内側にはケプラー 296F と同様に生命が存在する可能性があるケプラー 296E がある。地球に似ているとされているが2013年に発見されたケプラー 62E とケヘプラー 62F、そして2014年4月に発見された。 ケプラー 186F ほど注目されていなかった。しかし2015年に新しく発見された、より地球に似ているとされている3つの太陽系外惑星との比較として提示された際、初めて注目されるようになった。また、下表に地球との類似性を示す、各指標での値を示した。ありがとうございます。